シャルル・レプラトニエのデザインしたヘルメットシャルル・レプラトニエはスイスの画家、建築家、彫刻家。ルコルビュジエの師として知られるが、一方で自身もスイスにおけるアール・ヌーボーの一派であるスティル・サパンの牽引者としての役割を果たした。シャルル・レプラトニエは1874年、スイスヌー・シャテルの農家に生まれ、1887年にはペソーノ塗装工に弟子入りした。 見習い期間中、同時にヌーシャテルを拠点に活動していた水彩画家のポール・ブービエに絵画の指導を受けた。才能があり、また芸術への情熱を持っていた。彼はブダペストに行くよう勧められ、1890年から1893年まで芸術学校に通った。その後ヌーシャテル州から奨学金を得て、今度はパリに留学し、パリ国立美術学校で3年間。 リュック・オリビエ・メルソンの指示を仰いだ。帰国の最中、ラ・ショード・フォン美術学校から絵画と装飾の教授職の申し出があったため、1903年から1914年まで教鞭を取った。1905年、在職中に彼は新しく美術装飾高等科を創設した。そこでは、当時世界的に流行していたアール・ヌーボーの基礎理論をスイスに持ち込み、 地域的特性に合わせた新しい様式、すなわち、スティルサパンを確立するための教育を行っていた。彼の下で、ルコルビュジエをはじめとする多くの学生が学んだ。建築士屋のケネス・フランプトンは、ルコルビュジエ研究の中で、デプラトニエが若きルコルビュジエの将来に与えた影響が大きかったことを評価している。この学科の学生たちとともに、 1909年から1912年にかけてラ・ショードフォンの仮想場やヌーシャテル天問題を手掛けた。この時期、彼は芸術家と教育者という二つのキャリアを掛け持っていたが、1914年に芸術家としての仕事に専念すべく芸術学校を辞め多くの作品を残した。最終的にはドゥーでの落石事故が原因で1946年にレ・ブルネレボシした。 シャルル・レ・プラトニエが正当なアバンギャルド芸術家であると、見なされることは少ないが、それでも、彼の作品にはその特徴が見える。例えば、フェルディナント・ホドラーやピエール・ピュービスド・シャバンヌ、アルノルト・ベックリンなどにも見られるような記念碑的価値、象徴的な力、そしてパトスは、特に、ラ・ショード・フォンの仮想場の絵画に滲み出ている。加えて、彼は、 日本美術からの影響を受けているとも見られる。1900年頃まで美術の世界では写実主義が支配的であったが、その後より大胆な色使いで点描やフォービスム的な絵画が増えた。一方のレプラトニエは1910年代頃から表現主義的なリアリズムへと変わっていった。 また自然は彼の創作活動の中でも特別な位置を占めており、自然への愛情と様式的な熟慮を作品の中でどちらも表現している。彼の確立したスイスにおけるアール・ヌーボーの一様式であるスティル・サパンは自然の熱心な研究と土着の文化の芸術様式化に特徴が見られる。彼は特にジョン・ナスキンの著作に基づいて建築と装飾の連関を追求し、 徹底的なデッサンによって自然から造形的な規則性を抽出することを目指していた。シャルル・レプラトニエの仕事において公共事業としての制作は重要な位置を占めていた。特にコロンビエ城には彼の二つの作品、レオリジンヌ・デラ・コンフェデレーションが残っている。そして1923年にはラ・ショード・フォンの仮想場のモザイク画を手掛け、また1926年からは 同地の美術館の階段の手すりに彫刻を施した。この他の作品には、家具のデザインや金細工、ポスター、イラスト、切手、モザイク、タペストリー、そしてさらには、数件の記念碑がある。レプラトニエの作風は、愛国的かつ地域的で、新たな表現の道を切り開くようなことはなかったが、一方、彼の指導法は、非常に現代的かつ革新的だった。 実際、彼がアール・ヌーボーの精神に基づいた取り組みを始めたことで、ラ・ショードフォンの芸術学校は新たな命を吹き込まれたと言える。複雑化していたアール・ヌーボーの運動の中から、彼は特に芸術と工芸、技術と工業、装飾画の再生と装飾の評価などのそれぞれの関係性の再編を主張していた。これによって芸術作品の社会的側面が補強され、 自然へ最重要性が付与された。その観点によって芸術作品を支配する基礎的法則が抽出できるようになり、同時にその形態の様式化と装飾の発明が促された。エル・プラチニア、チャールズ・イン・ジャーマン、フレンチ・アンド・イタリアン・イン、ザ・オンライン・ヒストリカル・ディクショナリー・オブ・スウィザランド、19、マーズ2009。ありがとうございます。